はい、おはようございます。えっ、ー、と、今日で、積み木が、今日で76ですね。今日は、何時だ ?22 日ですね。今日22日で76。そう、昨日がちょっとできなかったんですよね。はい、76ね。でここが22、22だからね。 9月の22日の76日目積み木76日目になりますさしこちゃんです始めたいと思いますおはようございますよろしくお願いします頑張りますでこれですね猫店が今日前の店の営業日となっておりまして今日を含めあと3日ですね22の今日木曜日で次が土曜日ですね24日土曜その次が25日が最終日で日曜ですね 25日の日曜日が最終日となっております。まだお越しいただけてない方、行きたいけど、なかなか都合が合わない方、いろいろい,ろいらっしゃると思うんですけども、よろしくお願いします。で通販もやってるっていうことで、店主が、まあ、通販もというか、オンラインストアにはアップしてないみたいで、あのインスタグラムとかでこう紹介して、 紹介する商品に対してこうなんか気になるって方がいらっしゃればそちらお前の手のインスタのねの方でダイレクトメッセージを送っていただけるといいかなと思いますよろしくお願いしますえー、っとそしてさっくあなんかあら今なんか見つけたな <laughs> なんか見つけたな今嫌な,なのを見つけたんだいつどこう ああ、嫌なの見つけたなー。どうするこれリカバーできる。リカバーできるよね。あ、なんか僕も見つけたな。<laughs> え何ちょっと待って。ああ、なんか見つけたなー。おおああ、なんかちょっとあるな。ちょいちょいあるな。ほどきたいな。ほどきたいな。 まずいどうするちょっとほどくか。ねここね、これ、リカバーできなさそうだもんね。いいですか <laughs> ほどいていいですかねこういう時ね、ちょっとほどいちゃいましょう。ね話に夢中になってたんでしょうね。<laughs> ちょっとほどいてみます。 コメントいただいたんで、ちょっと針は使わない。コメントも紹介しながら、ちょっとほどいていきまーす。はい、じゃあいきましょう。じゃあまずは、さイりっちさん。さよりっちさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、さゆりっちです。ありがとうございますね。この間いただいてねもう2、2度目、2度目でしたっけ。いただきましたね。ありがとうございます。えー、っと、こんばんは、さゆりっちです。と。ローランさんや、 サキいさんとインスタでつながりを持てまして、ああ、インスタで知ってるんですね。ローランさんやサキいさんね。で、そこで、過去さしこちゃんを知り、ああ、なるほど、ありがとうございます。そこで知っていただいて、で、最初の動画からすべて、おお、すべて拝見しておりました。ああ、嬉しい。<laughs> ああ、嬉しいですね。もう、もうそういうのが一番嬉しい。 <laughs> そういいが一番嬉しいですすねありがとうございます最初から、うん、ねサシコちゃんのサシコサシコ模様をサシコ模様を拝見していらっしゃるということでありがとうございますで。なかなかコメントをするというのは恥ずかしいものでああまあそうですよね。で「朝の葉2枚を購入したのをきっかけに」 あコメントさせていただいた次第ですとありがとうございます。ね、やっぱなんかそういうきっかけ接点が生まれるとちょっとねこう今まで以上にちょっと近くに感じていただけたのかなそれでコメントをねくださったっていうことですね。ありがとうございます。もうほんと何でもまあもちろんね購入いただかなくてもね見てくださってるだけでもねなんかこうコメントしたいなっていう気持ちに なっていただければねそこでコメントもくれてももうそれでも嬉しいですしもちろん購入いただいてそこをきっかけにっていうのも嬉しいですよねありがとうございますえー、っとでいただいた次第ですとで次ですね差し私は刺し子始めたのはあ今年のまだ3月なんですねああ全然全然最近じゃないですか3月って今何月だ <laughs> 今9月か今9月ですね っていうことは、半年ぐらいああ、いい、すごい。刺し子ちゃんの後輩、かっこ笑い。おいやいや、かっこ笑いじゃなくても後、後輩というかね。ああ、そう、どういう、どういう笑いかな、これ。刺し子ちゃんより上手だけど後輩みたいなこと <laughs> わかんないけど <laughs>。これからもよろしくお願いしますと。ちなみに、年齢、<laughs> 年齢を変えてる <laughs>、まあ。こういう、読んでいいのかな。まあ、年齢を変えてくださってますね。 あまあ、孫一人ってか孫一人も書いてるから、まあ読んでもいいんですけど、一応動画になるので、年齢はちょっとね、控えておきますか。<laughs> 今いいんですけど、読んでも書いてくださってるからね。あと、お孫さんがいらっしゃるんですね、すごい。若くないですかお孫さんいらっしゃる、普通なの,のかなお孫さんいらっしゃるにしたら若くないですかと、どうなんだっけ。ね。でも、でもっと若い方で今いるか。 お孫さんいる方はすごいあっと言とあまだここかまだ先だなここだなすごいそうなんですねお孫さんかわいいですよね何歳かなお孫さんはねうちのこらうちのこらぐらいかなうちの下の子ぐらいかなねかわいいですよねお孫さんはねお子さん以上にねって言いますよねお子さんももちろんかわいいんでしょうけど またね、お子育てが終わった後ののお子さんのお子さんだから孫お孫さんだからね,ねいいですねじゃあちょっとこう僕がこうね子供の話する話とかもねちょっとこう多少分かっていただける部分もちょっと目線が違うかもしれないですけどね,ね分かっていただけるところもあるかなここかここまで来た 届いちゃいましたがっやっぱね見つけちゃったんででちょっと、ね、ちょっと戻れそうだったんで今ほどいてますで以上ですねさゆりちさんは孫一人のハートハートがついてコメントをお,おしまいになってますねありがとうございますね全部見ていただけてるっていうのが本当嬉しい中にはやっぱまだいらっしゃるんでしょうねコメントをいただく いただかなない方方でもこう最初かから見ててくださってる方、ね、なんかのなんかそういう方のね書いて書く気持ちになるような動画を作れるといいですね。<laughs> ちょっとあんまりそこまで意識はしてないんですけどもう差し込み精いっぱいなんですけどやっぱさゆりちさんがなんかのきっかけでね書きたいと思ったんでしょうからなんかそういう。 心をくすぐるというかね気持ちにさせたいですね。斉チさんは高校購入からということですね。ありがとうございます。えー、っと、つっりね、撮れない。あ、取った。斉チさんありがとうございます。で、これに、えー、っと、話音さんからこのコメントに返信がもう入ってるんですよね。斉チさん、あ、これ、話音さんのとコメントですね。斉チさん。 お孫さんいらっしゃるんですかびっくりって書いてますね。ね若い、あ、本ね、言った通おり、若いおばあちゃんですねって書いてますね。最近、お近づきになれました。話は、話は本さんも、えー、っと、ローランさんとか、サキスさんとか、同様、なんかな、インスタかなんか、なんかかな、お近づきになれたのかな書いてますね。話をより、と。で、それに対して、また、サイリッさんが、えー、っと、 はなしおんさんと年齢は若めでも、えー、と体はボロボロ <laughs> ボロボロよーとかっこいてきてますね。でそうですとはなしおんさんともお近づきになりましたといいですね。輪が差し子の輪が広がってますね。いいじゃないですかね。ある程度こう差し子ね、インスタとかでも投稿するとね、こう皆さんこう顔,顔なじみっていうのも変ですけどね。 お会,いしたことお会いしたことないから何なじみって言うんですかね知ってるってことですねいろんな方とつながってるってことですねあそこ <laughs> またまたまたこれは同じことちょっとまたまた同じことしてた今ここは間を通さないといけないのにまたこういうことですよねねえちょっと気を抜いたら同じことをやってたなここの ここは間を通すんだよってねすいませんちょっと独り言が <laughs> 独り言でも、まあ、独り言ですねいないからねここはね間を通さなきゃいけないんですよ、ね、こうやってねそうえっ、ー、とでえっ、ー、と終わりかなさゆりちさんのコメントはあのはやなしおんはなしおんさんの返信も含め 読みました。以上ですね。じゃあ次、次行きましょう。セリッチさんありがとうございました。シポンさんですね。シポンさんコメントありがとうございます。えー、っと、サシコちゃんこんばんは。あ、こんばんはです。こんばんはです。ちょっと待って、ちょっと待ってね。絡まる、絡まりそうだから。はい、次。台風。あ、そちらはすごかったみたい。あ、そう、すごかったんですよ。ね、前回お話ししたんですけど、すごかったですよ。ね、どうでしたか、シポンさんのとこはね。 えっと、そうかったみたいですね。と。お店も被害がないといいですね。あ、お店で、ね、大丈夫って言ってました。店主に聞いたらね。お店大丈夫だったよ。ということでした。えー、っと、で、えー、っとね。こちらはさほど被害はありま、あ、よかったですね。被害なかったらね。被害ありませんでした。と。台風が過ぎた今の方が、あ、雨が降って天気が悪い。あ、過ぎた後に、 天気が悪くてあ、まそう影,響のね、影響の雲とかがねやっぱりこう台風全然直撃とかしないけどすごく雨が降る方もいらっしゃるし台風近くにいるんだけどなんかちょうど雲が切れてて雨,雨降ってないよとかって人もいるし、ま、雨は降らないけど風は強いとかね本当に住んでる。 でみんな同じとこに住んでればね <laughs> 同じ話ができるんですけどみんな住んでると違うからもうほんとそれぞれですねそれぞれだし住んでる近くに住んでてもやっぱりこう地形とかね風が通りやすい地形とか、まあ、いろいろあるありますよねだからシポンサーのとこに とこの話で言うと、まあ、被害がなかったけど台風が過ぎた後の方がひど,かひどいとひどいというか雨が降って天気が悪いとねでさてですね話変わってさて旦那のためにあ始めたいあ始めたいびきテープの話ですああ話してましたねいびきテープの続編ですねこれは、えー、と旦那からうるさくて 眠れないからテープ貼ってくれようって言われちゃったからなんですよあれそうでしたっけ最初なんかんあそうでしたねなんかど,ど,どっちが先でしたっけシュポンさんがいびきをするんでしたっけあそうでしたねなんかそんなんかちょっと僕混乱してますねでいびき書いている私は平気で寝てますからねあ 最初はシポンさんだった。旦那さん。あ、そうですよね。シポンさんがいびき書くで、旦那さんは書かないのかなって話してたんだけど、旦那さんも書くと。でも、旦那さんのためにいびきテープを買ったんだけど、その旦那さんのために買ったテープは、今私が使ってるだったんですよね。だから、元を正すと、きっかけはシポンさんだったんですね。きっかけというか、まあ。 始ま,始まり分 <laughs> かんないですけどまあこうコメントいただく中での始まりはしポンさんがいびきを書くからでっていう話だったんですよねちょっとね混乱してます <laughs> 読みながら、ね、どっちもだから結論どっちもいびき書かれると <laughs> ちょっとひどい言い方してますけど書かれるんですよねそうスポンさんだけかなと思ったけど旦那さんも書く書くよっていうコメントいただきましたもんね こんなしますねでいびきテープをいいの買ったら効果があったって話でしたよねやっぱ高いのはいいんだねって話しましたもんねでえー、っとでちょっと話の流れでいっていびき書いてる私は平気で寝てますからねとああそうそうそれも分かります僕も書きたくて書いてんじゃないんだよって話ですよねそ,うそれはそこの世界世界というかその通り ね、えっ、ー、と次えっ、ー、と旦那の睡眠確保のために貼り始めたテープって意味だとああそういうことねなるほどねなるほどなるほど分かりました何かね難しいですよね文章をね読み取るのねあり,ありがとうございますそういうことですねわかりました旦那さんのためにってことですねやっぱね旦那さんもお仕事もしぽんさんもお仕事あそういうことか スポンさんの疲れをまあ、取れるんだけど、旦那さんの睡眠確保のために、スポンさんの意味,意味としてはね、テープ貼るのはね、自分のためでもあるけども、旦那さんのために貼ってんですよ、と。素晴らしいじゃないですか。鏡じゃないですか、ね。旦那さんを思う。ね。素晴らしい。 そういういことですね僕がちょっと勘違いしてましたね。勘違いして多分前回か前々回の動画で勘違いしたようなことを言ったんだ、言ってたんでしょうね。ありがとうございます。嶋佐さんね。素晴らしいです、ね。自分のためにもなるし、旦那さんのためにもなるってことですね。ありがとうございました。じゃあ次行きましょうね。はい。じゃあ次、次は、えっ、ー、と、花島さんね。さっき、り律さんの コメントにも返信いただいたさえ、えっ、ー、と、話音さん。えっ、ー、と、一日前ね。おはようございます。と、おはようございます。えっ、ー、と、我が家の子供は、あ風に飛ばされず、あ大丈夫でした無事に帰ってきました。あ帰ってきた。よかったよかった。あよかったですね。ね、台風が2時間遅れの投稿になって、その日の話ですね、帰ってきた。強かったのかな、帰りも。雨風がね。 でも無事に帰ってきたならよかったですね。ね、よかった。で、次。で、サしコちゃんは <laughs>、風に飛ばされたことありますかっていうね、びっくりな質問が来ましたね。風にね、飛ばされたことはね、あの、台風でってことかな普通に普通の時に <laughs> 飛ばされたことはないですね。うん、飛ばされたことはないですね。 飛,びて飛んでみたいってことはありますけどね。<laughs> 空を飛びたいってことはあり空を飛んでみたいって思ったことはありますけど、風に飛ばされたことはないですね。こうあるってこの流れかな。私、高校生の時、うん、初めて自転車通学をしたのですがあ、僕もそうですね。自転車通学、高校の時ですね。えっ、ー、と、風の強い日は母が決まって、 風に飛ばされんように気ぃつけや。過去関西弁。<laughs> うまく言えてましたからね。風に飛ばされんように気ぃつけやですね。<laughs> これちょっとゆりやんみたいな言い方ですね。<laughs> 気ぃつけやっていうところね。と言って送り出されていたんですと。ああ。ね。お母さんの優しさでね。まあこれ、まあ、これなん風が強い日ってこと あ風が強い日って書いてますもんね。風が強い日は言われますよね。で、自転車に乗った高校生が風に飛ばされるなんてありはしないと、ただの関西のおばちゃんのボケだと思っていたのですが、ご <laughs> 母さんのことでしょう。関西のおばあちゃんのボケだと思ってたのですが、飛ばされた、飛ばされたんですって書いてますね。飛ばされたんですか自転車に、自転車も含めてすごい。 詳細はこの下に書いてんだなで通学路は平坦な一本道だった,んだったのですが大通りに面していて、うんうん、大通りに面していてあ風の通り道になっていて風よけになる建物が全くない吹きらしの場所も多くありましたと「ああ置きい道が近くにあったんだ」で一生懸命自転車をこいでいたのですが前に進まず。 すごい風ですね。自転車を越いだけど前に進まず。あ,あるそう,そういうことあるそのぐらいすごい風ってことこれもちょっと漫画,漫画みたいな自転車を一生懸命自転車を漕いでいたのですが前に進まず真横に自転車がずるっとずれたんです。あーあーああかわかる気がする。 でもう前にも行かないから縦立て立て立てこう行けないからこっちから風が来てこう行けないからブイってなったってことでしょこう分かりますこれ自転車これ自転車ね。で自転車行くけど風来て進まないから行かなくて進まないからもう風に押されてブイってなったんでしょね ずれたたんですととびっくりしましま帰宅して母に <laughs> 風に飛ばさ飛ばされた風にね飛ばされたと報告するとせやせやろとかっこそうでしょうせやろ分かりますよせやろ自転車に乗ってても飛ばさ飛ばされん飛ばされんねんであんた軽い軽いんやしとしたり顔 <laughs> ごめんなさいね 関西弁じゃないですけど飛ばされんようにしっかり食べと <laughs> ご飯をてんこ盛りにされる始末 <laughs> ダイエットしてたのにああ高校生だからねダイエットしてたのにそんな青春時代どんな <laughs> どんな青春時代それもそんな青春時代のお話でしたとは <laughs> お話でしたってことですね 小さいお子さんは本当に飛ばされますから、ああ、そうですね、体重軽いとね、体重軽い、プラス風がものすごく強いとね、危ないからね、危ないですと、飛ばされますから危ないですと。サし子ちゃんのお子さんも、ああ、そうね、確かにありますよね。あの、本当にこう、ちょっと笑い事じゃないけど、こう、そういう台風情報の時とか、 傘持ってね。もうすんごく。必死にもうずぶ濡れなんだけど、必死に傘さしてる人いますよね。もう。もう濡れてんだけど、もうずぶ濡れて濡れてんだけど、もうボロボロになりかけの傘をすんごく。すごく両手でしね。持ってね。もう濡れてますよって言いたくいい言いたいんだけども。精神的にそういうあれじゃないでしょうね。もう濡れ濡れたくないとか傘を飛ばされたくないとか。 そういう感じでもう雨風を受けてほんと飛ばされそうなちょっともう後ろにね後ずさりしてるような人とかいますよね風の勢いでねで傘,傘ごと風を受けてねそういう感じかなでもそれは危なかったですね自転車で飛ばされるってね怪我しますよね自転車とかになんか,なんかこうで自転車のところでこう傷,傷ついたりしたらね あるんですね飛ばされたことがね。で「気ぃつけや」と「気ぃつけや」でしたっけなんか「せやろう」と。自転車に乗ってても飛ば,飛ばされんねんでと。あんた軽いんやしと。<laughs> 下り顔下り顔ってどういう顔かな。ね下り顔下り顔されたと。ねありがとうございます。あ最後まで読んだっけあ読みましたね。 さしこちゃんのお子さんも気をつけ気を,気をつけて,て気をつけてあげてくださいねとちょっともう関西もう下手な関西弁が混じりましたけど今気をつけてくださいね,ね気をつけてあげてくださいねってねありがとうございますお子さんのよかったですね無事に怪我なくあ怪我というか飛ばされずにシオンさん花シオンさんは そういう経験があるってことですね。<laughs> 面白い。分かりました。ありがとうございました。えー、っと、ちょっと関西弁はすいません。うまく読めてないと思います。で次、最後ですね。最後が歩美のさん。歩美さんは21時間前だから、えー、っと、昨日のお昼ぐらいかな。ね、ありがとうございますと。おはようございますと。おはようございます。お店も台風被害大丈夫 台風被害大丈夫でしたでしょうか大丈夫でした。ありがとうございます。ご迷惑、ご心配おかけしました、ねで。次、自然災害には歯が立たないので、人間が無事ならよしとしないとですね。ああ、そうですね。本当、これはそうですね。うちの母親も言ってましたね。もう何も,何も大したことないのが一番だねって言ってましたからね。電話したらねで。こちらは備えていたほどの被害はなく、春一番の 春一番の強風の方がよっぽど強くてああそう春一番強いんですねそれと比べるとそよかお,おすごいそよ風そよ風はすごいですねあの台風もすごかったですよもう宮崎はあの宮崎の台風をもまあもちろんねあやみのさん瀬戸内って言ってたからちょっと勢力も衰えて ではいたもののまだまだだ大きかったと思うんですけどねねあの台風自体は、ね、もうびっくりするこっちはもうそよ風じゃないですもう何ですかね何風ですかねもう台風で <laughs> 台風ですけどね何風じゃないんですもう台風ですもう,もう暴風雨です暴風暴風と雨です暴風雨とねそよ風かすごいな あんまり影響がなかったんですね。春一番が強いんですね。そしてね。で、学校も通常通りあって、ああ、子供たちはがっかり。ああ、そうかもしれないですね。子供たちはもうそういう本当にことの大きさとか、そういうことよりももう学校が休めるのか、休めないのか、そこですよね。本当に。 部活とかやっててもこう今日の部活は雨であるのかないのかみたいなね日曜日の部活は <laughs> 雨が降りそうならやるのかやらないのかみたいな考えてましたもんねそればっかり考えてたね日曜の部活も一日だったからもう朝から夕方までねまあそんな気持ちは分かります高校生っていうかまあ高校生なのかな中学生なのかな 大きかったですよね。あいみのさんと高校さんね。えー、っと、子供たちはがっかりと。で台風が過ぎて本当に肌寒い、肌寒いを通り越した寒さを感じますね。ああ、そうですね。台風過ぎた途端でしたね。途端にも、昨日、一昨日ぐらいからかな、3日、今日入れて3日ぐらい、ちょっと肌寒いですね。で体調管理に。 気をつけて過ごしましょううねととあ,ありがとうございますますたねなんかこう15号ができたっていうニュースを見て見,見ましたねまた来ますよちょっと方向まではちょっと確認してないんですけど15号が発生か発生かみたいなニュースだったかな発生したのかなニュースちょっと見たんだ朝でえー、っと 今ふとチャンネルとあ、今ふとチャンネル登録者数を見るとあ、500人超えてますね。あ、これね、多分ね、今超えて、今超えてないんですよね。エ <laughs> ミヌさん見たとき超えたのかな今ね、ギリギリ超えてないぐらい。ちょっと今見てみましょうか。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。今開いてます。ちょっとその間に刺しますね。500人ね、超えるか超えないかぐらいだった 知ってるんですけど、超えた、超えてないんで、超えたのかな見たとき超えてたんですね。あみさんが。増えたり減ったりしますからね。こればっかりは。ちょっと待ってね。パソコンの今、パソコンの Wi-Fi が、ちょっと、電波が、こっちを。ちょ切り替えました。あれ、表示されない。あれ、表示されないな。どういうこと というこでいいかあっ来た。えっ、ー、とね、あ今ね、499超えてないんですよ。まああの、あゆみさん見られた時はね、超えてたんでしょうね。500人超えてますね。と、さしこちゃん大人気と、とおめでとうございます。ありがとうございます。まあまあ、いいんですけどね、人数はね、こっちのチャンネルは、あの、人数を、 チャンネル登録に関してはもう触れない触れないっていうかしてないですからあんまりこうそこをメインとしてだからもう本当はねあの昔まではね7月の後半ぐらいまではね表示をさせないっていう設定にしてたんですけどなんか YouTube 上の仕様でもうそれができなくなって多分みんな表示されてるのかな できんのかな僕はあんまりこうそれで影響、ね、するしないチャンネル登録するしないとかしたくなかったんでだから非表示にしてたんですけどなんか多分7月の後半か8月の後半ぐらいからもうもうそれがなくなってもう全部表示になりますみたいなのが載ってた気がするな。 もちろんあのありがとうございますなんですけどねまあ一番はこう,う最初から言ってるように差し子する人をが増えるといいなとやっぱお前の手のことを知ってもらう人が増えるといいなというところですね一番はねだからもちろん数をね追求はこ,こっちのチャンネルしてないので 登録してていいいいただいている皆さんにはもう感謝ですすねありがとうございますその中でさらにこうお前の点のことを好きになってくださる人をたくさん増やせればいいかなと思ってますね。やっぱそこですね大事なのはね。お前の点。よろしくお願いします。<laughs> そこです。 大事なのはそこですそのために始めたっているのでね,ね僕が私越したいもあったんですけど一番は店主のお店を知ってもらおうと違う角度から知っていただくようにしようというところが始まりですから。 だから毎日ねお,お店の話してるんですね今日は営業日ですとかね、まあ、なかなかこうこれいらっしゃるね店舗の方はね営業日のこととかは正直もう関係ないというかまあどう,どうでもいいっていうところだとは思うんですけど、まあ、でもこれ毎日言い続けるとやっぱね関係ないけどなんかやっぱ知ってく知っていただきますよね行けなくてもあ今週末やるんだなとか ね、猫天行けないけど猫天ってやってんだなとかねで今度は猫天の次は何かなとかねでほらもう1年以上ここもやってるから1年前は「あ何々店ってやってたねそういえば」って今年はやるのかなとかねそれこそ刺し子と小銀店っていうのを毎年1月にやっててもう どのぐらいか5年か6年5年ぐらいかな 5, 5回目だったじゃないかな今年の1月にしたのがだから多分来年もすると思うんですけど2023年もねでこれ刺し子のこの刺し子ちゃん続けてればねまたほら刺し子の 差し子と小テ点になった時にねまたいろんな話ができるしがまずはまずはというかま,まずはじゃないですねもう一番はもう知ってもらうことが大事かなと思ってこう毎日、ね、話してもらって店主にも店主がいる時には店主に「仲かいいよ喋って」とかって言って言うけど店主はしんないと。<laughs> <laughs> なかなかねななかなか口ベタなとこがあるのでなかなかしゃべってもらえないっていう感じでや,やってます。よろしくお願いします <laughs>、ね。えっ、ー、とじゃあもう今日はちょっとまた長くなっちゃったから今日ここまでここまでいって明日次回ですね明日というか次回あ明日は祝日だからできないんですよ。 <laughs> ちょっと言い方がおかしかったけどできないですよ <laughs>、ね、できないですからえっと明日ができないですし土,土曜日も日曜日もできないですよ <laughs> だから26かなって聞いて次回は月曜まあ月曜できればですけど次回はもう26かなまたしばらくちょっとお休みさしこちゃんはちょっと週末祝日はできないので どうかなあ綺麗ね綺麗になりましたね。からだからだから,だからってこともないんですが皆さんはもうそれぞれの差し子を楽しんでいただいて、ね、また動画がアップされてたらまた見ていただけると嬉しいですと。ね。はいじゃあ今日は以上。はいじゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。